皆さんこんにちは。ドクターはじめだ。皆さんはスライムというものはご存知だろうか。そう、あのドロドロしたやつです。僕は今まで数々のスライムの実験をしてきたが、今回は特別な実験をしようと思ってる。そう、皆さんこんにちは。ドクターはじめだ。皆さんはスライムというものはご存知だろうか。さあこれが最終決戦、日本代表3人対小学生100人、ね、さあ一気にプレッシャーをかけていく。しかし清武、大本の30人もドリブルで一気にプレイ。蹴れないだろう、怖くて。集中して。あーもう止まった。怖いなぁ。これだったらマジで。よかったね。